の勝ちです。スチームレギオンを守るため暗黒圏を極めたのに敗れたか。所詮マスターには逆らえない臆病な団長か。この団長、剣に迷いがあったみたい。もし生まれ変わったら暗黒剣ではなく聖剣使いになるでしょうね。すごい、そうなんですか。それなら私も生まれ変われるよう願っておきます。信じてくれるのね。ツッコミが入らないのは寂しいけど、なんだか新鮮。アスちゃんのこと気に入ったわ。え、ネプちゃんが自信満々で言ってたから本当かなって、私もつい信じちゃったけど。こんなことしてる場合じゃないです。お城に急ぎましょう。お城の近くなのにこんなところまで機械忍者が。スチームレギオンの狙いは城のようですし、いてもおかしくありませんわ。これって結構攻め込まれてるってことよね。アスカ、城は大丈夫なの？大丈夫です。お城にはみんながいますし。ま、この程度で城を落とされるようじゃ鳩の国のライバル失格だけどな。ずいぶん遠回しな気遣いですね。素直に心配してると言ったらどうでしょう。別に気遣ってね。これ以上ブランの機嫌が悪くなる前にお城に着くかしら。ありがとうございます。ここをまっすぐ行けばお城の入り口、大手門です。やるな。他のやつとは一味違う。何者だ。My name is スチームレギオン忍者アマーノ。我が仕事術式は最強ハニファ流のホムラ。この門を抜けられると思うなよ。よかった、無事だったんだ。すぐ加勢するね。アスカ君、悪いが今いいところだから手を出すなよ。こいつは私がやる。チームレギュラー、その力見せてやろう。蹴りをつけよう。さあ、行くぞ。いざ尋常に勝負。死ぬぞ。でー、バカな。苦戦していたようだな。苦戦なんてしていないって、鳩の国の女神4人たちか。なんでここにいるんだ。おかしいだろう。私たちはマーベ国に新書を届けに来たの。だからここにいてもおかしくないわ。アスカ、うちの大名様は同盟は飲まないって。もしかしてまだ伝えてないのか。それは伝えたけど、それでも協力してくれるって、一緒にマーベ国を守ってくれるって来てくれたの。はあ？同盟を拒否したのに
わけがわからん。混乱するのはわかりますが、あなた方だって鳩の国が襲撃された時に戦ってくれたではありませんか。それもそうか。ま、私は寛容だから細かいことは気にしない。刃を交えた中、手助けしたくなる時もある。それでこそホムラちゃん、ユミちゃんとミヤビちゃんは一緒じゃないの。ああ、二人なら大名様を守ってるはずだ。この辺は片付いたし、私たちも行くぞ。うん、あとちょっと頑張ろう。我が国の大名様、安全な場所に避難しました。あとはあなたたちを倒せば終わりです。残念だったな。お前たちの思惑通りにはならん。それはどうかな。何？少しよろしいですか。ここからは私が話します。あなた方神楽候補である忍者たちはハニパ流の中でも手だれと聞きます。そして忍者とはあくまで傭兵集団のはず。雇用主と命運を共にする義理もないでしょう。あなた方に今よりはるかに好条件を用意できます。こちらに契約を乗り換えませんか。引き抜きということ。はい、私たちの力は十分に分かったはずです。これ以上無駄に争わずに済みますから。ハニパ流の忍びはマーヴィ国直属、あなた方のような雇用関係ではありません。私は国で己の正義のために戦っているのです。ユミは国へと献身を捧げる存在。悪人である私に国への忠義はそこまでない。お前たちの誘いには乗らない。ハニパ流の忍者、もう一度言う。雇用契約をスチームレギオンと結べ。結びません。絶対にむやみに力を振るい町を襲うような者たちに組みするなど、あなたたちに正義はありません。やられっぱなしは性に合わん。私にも誇りがある。分かっていたさ。言ったろ鉄子、無駄だと。竜たちならばどうする。ここで。ユミちゃん、ミヤミちゃん、大丈夫。アスカさん、ホムラさんも無事のようですね。よかった。二人とも遅いぞ。何をしていた。思ったよりも敵が多くてちょっと楽しみすぎた。ここで駆けつけた仲間と共に戦いを挑み、無駄に命を落とすか。私たちを忘れてもらっては困るわね。コンパ流とハニパ流の2つを相手に勝てるかしら。あなたたちは女神4人、なぜここに。所用で来ていたのですが、そちらの忍者が町で暴れていたのを見かけて、私たちも混ぜていただきましたわ。ハニパ4人と女神4人が揃うとは面白い。ならば改めて挨拶しておこう。ミーはスチームレギオンのトップ。ええ、聞きましたわ。忍者なら雇用相談無料と言っていた方ですわよね。ノーノー、違う。忍者じゃない、忍者だ。くだらねえな。そんなもんどっちでもいいだ。ブラン、動くな。女神4人は落ち着きがなくていけない。まだ挨拶の途中だ。早い、射撃動作が見えませんでした。うん、言うだけのことはある。これがスチームレギオンのトップか。ミーはサイト流マスター、
ようゲイマン。この世界の忍者とは次元が違う。信じられなければかかってこい。上等だこの。よう、挑発はやめてください。これは挨拶だと言ったはずだ。力の差を知れば考えも変わるかもしれん。それならば私も挨拶がまだでしたね。遅くなりましたが、私はスチームレギオンの徹子、ヨウのマネージャーみたいなものです。マネージャー徹子は面白いことを言う。なぜマネージャーなんだ。マネージャーの方がそれっぽいかと思いまして。私たちは忍者を、強い忍者を求めて。血祭りにしてやる。今しめろ。まだ他にもいたか。いい次元に来たな。マックル、完全に死角をついたはず。強い。ああ、強い。風より、雄よりもな。ならばこそ、貴様に聞きたいことがある。俺のことを知っているか。さあ、雄など知らん。が、雄のその忍び装束、見覚えがある。知っていることを話してもらう。先に二大国の忍者と話したかったが、待つつもりはないか。必死だな。よ、すでに話し合いをする雰囲気ではありません。私たちの目的は済んでいますし、ここはこのままやり合ってもいいが、それに意味はないか。逃がさん。ならば追ってくるか。気にしろ。行っちゃった。行ったみたいね。さすがはマスターというだけあって、大物のオーラがあるじゃない。ええ、強そうでしたわね。しかし銃の動作は見せていただきましたし、次は遅れを取りません。あの黒いやつは何だったんだ。追っかけて行っちまったけどよ。マックール、わからないわ。相手が何か知ってそうな様子ではあったけど。アスカさん、ユミちゃん、あの、どうして女神四人たちが。あのね、ユミちゃん、スチームレギオンの襲来に乗じてシェアクリスタルを壊しに来たのか。構わんぞ、ここでケリをつけよう。違うの、ミヤビちゃん。何？アスカさん、どういうことですか？それはね、私とアスちゃんは仲良しになっちゃったのよ。えいっ。ネプちゃん、そんないきなりギュって。アスちゃん、ふわふわで抱き心地がいいわね。このままハトの国に連れて帰ろうかしら。ダメです、アスカさんは私の。ユミちゃん、いきなり何って、ちょっと引っ張らないで。絶対に渡しません。話してください。話さないなら力ずくでも。冗談よ。アスカさん、もう大丈夫です。悪は私が追い払います。ユミちゃん、違うの。ネプちゃんたちは協力してくれて、同盟のことはもう知ってる。それでも気にすることはないわ、アスちゃん。すみません、同盟のこと。本当にアスカのせいでもなければ
国と国のことですし、仕方ありませんわ。あなた方と共に戦えるのを楽しみにしていたけれど。もう私たちに何度も言わせる気？気にしないでって言ってるのよ。うん、謝るよりも言うことあったんで、今回はありがとう。アスカさん、ユミちゃんはなんで睨むの？それじゃあ私たちは帰るか。怖い目で見てるやつがいるしな。なんだ、せっかく来たのにやっていかないのか？新書を届けに来ただけだ。なぜか戦いっぱなしになっちまったかな。さすがに疲れた。それよりも町の状況確認と後始末の方が重要だろう。みやび、悪いな。町は結構やられてしまった。スチームレギオンは引き上げたみたいだが、町を見回っときたい。手伝ってくれ。それに大名様への報告も忘れないでください。私たちの役目です。わかった。それならさっさと行くぞ。それと女神四人、世話になったな。ええ、それじゃまたね。あの、私がマーベ国の外までお送りします。はあ、ずいぶん壊されちゃったね。機械忍者たちの姿がもうないけど、テツコとヨウゲーマの二人と一緒に引き上げたってことかしら。スチームレギオン、最強の流派を決めるだけならこんなことする必要ないのに。力の誇示ですかしらね。あるいは挑発なのか。なんだか気になるわね。シェアクリスタルは無事だったのよね？うん、ユミちゃんとミヤビちゃんは壊されてなかったって言ってた。目的はすでに果たしたと言っていたわ。これが世界最強の流派を決める超忍者大戦、その一端だとして、マーベ国を落としたわけでも、ハニパ流を壊滅させたわけでもないのに、それで一体何を果たしたというの？もっとわかりやすく言ってよ。スチームレギオンのその代表格の二人の言動は辻褄が合ってない。ブランは何か裏があると。ええ、わかりやすく言うと別の目的があるってこと。二人の目的か。考えすぎじゃないかしら。案外私たちが来たから強がりって引き上げただけだったりして。もう、二人の言動の裏には何か別の目的があるかもしれないし、ないかもしれないんだね。あなたね、それ何も分かってないし、自分も考えてるって言いたいだけでしょ。女神四人は仲良しですね。次に奴らが現れるのは鳩の国かもしれません。くれぐれも気をつけて。そうなの？その時は助っ人よろしく。もちろん、必ず助けに行くからね。それはありがたいですけど、マーベ国は許してくれるのでしょうか。同盟も拒否されてしまいましたし。その時はこっそりと。その時は覆面とかで正体を隠せば大丈夫。突如仲間に加わったハニパリオの覆面忍者、これは売れる。売るな。もうすぐ調子に乗るんだから。さて、そろそろ街を出るね。今回はトリプルS級ミッション失敗か。そういうこと言わない。アスカ、こんなとこまでお見送りありがとう。いえ、皆さんにはお世話になりましたし。町や城の建て直し大変だと思うけど、頑張って。
私たちにできることがあったら言ってください。できる限り協力いたしますわ。そうね、同盟は拒否されちゃったけど、何かできることはあるかもしれないから。はい、その時はお願いするね。おーい、アスカ、女神4人。ホムラちゃん、よかった、国から出る前に追いつけたか。どうしたの、ホムラちゃん。もしかしてお城で何かあったの？機械忍者の残党でも現れたとか。違う、ユミが大名様にお前ら女神4人から助力を受けたと報告したんだ、さっきのことをな。ユミちゃん、報告があって言ってたね。その結果、大名様は鳩の国との同盟を決断した。両国が協力しスチームレギオンへ徹底抗戦するに異議なしとな。うん、やったね。ミッションは帰るまでのミッションだから、逆転大成功。そのための文書も大名様から持たされている。アスカと私はこのまま共に同行し、鳩の国の大名様、イースンのこと？そうだったか。とにかく大名様のイースンに文書を渡しに行くよう命令が下った。そう呼んでいるのはネプテューヌだけでしょ。大名の名はイストワールよ。そうだったか。まあ大名様の前では間違えないようにするさ。ねえ、ユミちゃんとミヤビちゃんは一緒じゃないの？二人は別任務で周辺諸国の情報収集が命じられた。私とアスカは文書を届けた後、そのまま女神4人と行動を共にしろとのお達しだ。そっか、別任務ならしょうがないね。これからよろしく頼む。苦労した甲斐がありましたわね。こちらこそよろしくお願いしますわ。同盟かなっちゃったのね。私たちが組めば怖いものなし。スチームレギオンに反撃開始よ。敵だったキャラが味方に。これは勝ちブログ。私はリーダーのネプテューヌだよ。ネプテューヌがリーダーですか？また勝手なことを言い出しましたわね。不安ね、不安しかないわ。ハッハッハー、大隊級の大船に乗ったつもりで任せなさい。それ沈みそうなんだけど。それじゃ行きましょうか。これからよろしくお願いします。テツコ。ああ、よう。落とした国の忍者から雇用相談が来ています。マーベ国を攻めてから一気に増えました。よかった、本当に。ふん、テツコはスイートだな。ミーの信念はサーチ&デストロイ。敵を見つけたらひとまず撃ち殺してみることだ。殺さずに雇用など面倒なだけだろう。雇用相談無料を謳っているのに、スチームレギオンのマスターがそんなことを言っては呆れますね。ふん。何より無駄に命を奪っては意味がありません。わかっている。だが抗う者には容赦なしだ。それは構わんのだろう。はい、仕方ありません。そういえば、追ってきていた黒ずくめの忍者はどうなりました？わからん。運が良ければ生きているだろう。どちらにしても、ここまで追っては来れない。マスター、よう、ゲイマ、よろしいですか？ん？なんだ？面会を求める者が
2名来ています。面会ですか？一人は妖怪軍団の首領だと、一人は自ら豪商と名乗る商人だと。妖怪？商人？忍者でないのは不要だ、断れ。いえ、会いましょう。私が手引き、もとい案内をした者たちのはずです。出なければここに面会など来れませんから。鉄子、どういうことだ？今は船の力を無駄にするわけにもいきませんし、代わりに使えるかもしれないと考えました。それと一応忍者関係者のようです。夜は休んでいてください。それでは案内をお願いします。届けに来たのに風呂をもらってしまい、しかも城の中ってことは偉い人しか入れないんだろ？そんなの気にしなくていいわよ。同盟も結んで私たちが一緒なんだし、アスカもホムラも遠慮なんていらないからね。ありがとう。ノワールさんってしっかりしてて面倒見が良くて、うちの黒髪クラス委員みたい。いてくれて安心です。確かにな、ノワールは腕も立つし、私もついついお姉ちゃんって言いたくなる。不思議なもんだ。まあ大げさね。鳩の国にいる間はいくらでも頼って、私たちは一緒に戦った仲間、戦友なんだから。あら、そういえばネプテューヌとブランは静かですわね。どうかしました？ノワールが私たち以外と仲良さそうにしてる。距離を縮めようとして空回りするところまでがお決まりなのにさ。これは世界観の融合によって生まれた歪みだよ。こんなの絶対おかしいよ。ネプテューヌ、お決まりだなんて誰が決めたのかは分かりませんが、それはさすがに言い過ぎですわよ。ブランが静かなのはいつも通り、それともアスカさんとホムラさんの一部分に圧倒されているのでしょうか？勝手なことを言わないで。ちょっと考え事をしていただけよ。まあ目立つし、目に入るから観察はしてるけど、それだけよ。見てはいるのですね。しかしそれ以外の考え事というと、あのイストワールが善意だけでお風呂まで手配してくれるとは思えない。このあと何か依頼が待っているんじゃないかって。しかもとても面倒な依頼、その準備のための時間稼ぎをしている可能性があるわ。イストワールは大名として国民のためによく働いていますわ。ウィークポイントはちょっと時間がかかってしまうところですが、ここは素直に休息の時間として受け入れたらどうですか？ブランは意外と疑り深いんだな。そういうのも理解した上で黙って楽しむのが大人ってもんだろ。そうよ、ブランは最近疑り深くなってるわよ。これは私たちへの任務成功のねぎらいと、アスカとホムラの歓迎。ミッションはどうせあるんだし問題ないでしょ。問題って言えば危ないよ、ホムラちゃん。ここって覗かれ放題だし侵入され放題だよ。落ち着け、アスカ。いつもとは違う。周りをよく見ろ。ちゃんとした風呂だぞ。
万が一覗かれたり侵入されたところで何か問題あるのか？確かに気にしたことはありませんわね。見られて恥ずかしい体ではありませんし、若干一面を除いてはですわよね、ブラン。挑発しているつもり？それなら残念だったわね。いつものベールの安い挑発にはなれないわ。今回の同盟でマーベ国のこと、ハニパ流忍者のことを調べ尽くすつもりよ。そして私は身も心も成長すると、そう決めたわ。あれ？本当だ。ちゃんとした大浴場だし、みんな気にしてない。後の国では安心して入れるんだ。よかった。マーベ国ではゆっくりお風呂にも入れないなんて大変ね。そうなんです。なのでつい心配になってしまいました。もし今のシーンがイベント CG になっててボイスも出てたらサービスシーンってことだから、何にも心配しなくて大丈夫。何を言ってるのかよくわからんが、私の忍び仲間は狭い風呂でも勝手に入ってくるぞ。それはお互いを知るためのスキンシップってことですわね。そうですわ。せっかくですし、私が体を洗って差し上げますわ。ささ、アスカさんとオムラさん。え？いや、そんなの悪いよ。それに安心して入れるならゆっくりしたい。確かに、こちらも任務で来ているんだし、そこまで世話になるわけにはいかない。今回は遠慮しとく。そう遠慮なさらずに、私に頼ってくださいまし。そうね、客人の背中を流すくらいはするべきやね。同盟国となった今、スキンシップも大切なはず。おいアスカ、なんか二人の目が怖いんだが。これじゃいつもと変わらないよ。よって我が国は鳩の国との同盟を受け入れ、スチームレギオンの脅威を退けるまで共に戦う。以上だ。はい、マーベ国大名の意は確かに、こちらも異論はありません。何気にきっちり期限を入れ込んできましたわね。退けるまでと。国と国との話だもの、きっちりしている方が信用できるわ。大名様から私とアスカは今後鳩の国の忍びと行動を共にするよう言いつかっている。これからよろしく頼むぞ。ハニパ流の忍び2名、これより任務に当たります。よろしくお願いします。おお、これでアスちゃんたちは正真正銘の仲間ってことだね。よろしくね。それじゃあ早速みんなの実力を見るために1万回の塔とか登っちゃう。ネプちゃん、鳩の国にはそんなものまであるんですか？おお、なんだかわからんが、やってやる。おんなりがいいね、ホムホム。ホムホム？相性だよ。あだ名って言った方がいいかな。ホムラちゃんでしょ？だからホムホム。アスちゃんだけあだ名じゃおかしいしね。アスカはそうだったな。まあ、そういうことなら構わないが。ネプテューヌさん、ふざけるのもいい加減にしてください。1万回の塔なんて鳩の国にはありません。それはゲームの話でしょ。ゲームだからといって侮ってはいけませんわ。体力と忍耐力が求められ、最終的には運が試される。
運も実力のうちと言いますし。ゲーム？修行になるなら試してもいいぞ。鳩の国がどう利用してるか興味があるしな。ホムラさん、どうか本気にしないでください。皆さんにはお願いしたいことがあり、その件は後ほど話しましょう。その前に直接聞いておきたいことがあります。敵の戦力とブランさんから報告があった敵の目的についてです。表向きは超忍者大戦、最強の流派を決めると言っていた。敵はうんざりするぐらいいたよ。どこにいたんだってぐらい。最強を目指すだけあって、数は力だよね。数だけじゃないぞ、中には強いやつも混じっている。私が戦ったやつは骨があった。相手はそれなりの力を持っているのに、鳩の国とマーベ国からはあっさり撤退。お城にはコンパ流とハニパ流が揃っていたのにね。そりゃ二つの流派が揃っていた上に、あの黒い忍者も乱入してきたから尻尾を巻いて逃げたんじゃないか。ヨーゲームは一戦交えたそうでしたけど、テツコが目的を達したと言っていましたわ。ブランが引っかかっているのはここですわね。そこはマーベ国でも気になっていて、私と同じくハニパ4人の2人、ユミちゃんとミヤビちゃんが調査に行ってます。なるほど、マーベ国が動いてくれるならば敵の目的に関してはマーベ国に任せましょう。鳩の国では敵の拠点、つまり空中戦艦の場所と移動先を調査しましょう。ようゲーマの実力は分かりませんが、私たち2国で協力すればきっと相手を押し返すことができるはずです。敵の場所が判明次第こちらから攻め込みます。守っていてばかりでは拉致が明きません。リースンってその作戦好きだよね。捕まったりしないといいけど。あ、私たちらしいわよね。今回はアスカとホムラもいるし、きっと大丈夫よ。ああ、私たちがいるんだからそんな心配はいらない。捕まってもうまいこと逃げ出してやるさ。捕まらないようにしてほしいわね。それで調査結果が出るまで何をしたらいいのかしら。何かあるんでしょ。はい、ちょうど戻ってきたみたいですね。リースンさん、ただいま戻りましたです。あ、コンパだ、ヤッホー。ネプネプたちも無事だったですね。そちらは。あ、私たちはハニパ流の忍びでアスカです。こっちは同じくホムラちゃんで。思い出したです、有名ですから。ということは、ここまで侵入を許してしまった。もしかして私たちピンチですか。違うわ、コンパ落ち着いて。って落ち着いているわね。コンパさん、私たち鳩の国とマーベ国は無事同盟国となりました。お二人は使者であり、これからは共に戦う仲間です。私たちにも一応紹介してほしい。そいつは何者だ、強いのか。医療忍術を専門としている忍者、コンパです。だからネプネプたちみたいに強くないですよ。私たちコンパ流の顔役の一人よ。コンパ、同盟までいろいろあったんだよ。マーベ国にダーッて行く途中、敵がザザッと現れて全部ドンと倒してさ。マーベ国に着いてからもカクカクしかじかでまた敵が登場かと思ったら帰っていくし、そんな困難で無事ミッション達成。それでコンパさん、戻ってきたということは先方との話はまとまりましたか。はい、バッチリです。アイちゃんが待ってるので
準備ができたら蜘蛛神社に行くですよ。まあ、愛ちゃんが各地を忙しく飛び回っていましたが、久しぶりにお会いできますわね。アスカとハムラに説明しておくと、愛ちゃんというのは IF 蜘蛛神社の巫女よ。これから神社に行くことになるけど、スチームレギオンと関係なくても大丈夫？ああ、構わないぞ。これも任務だから気にするな。それでは、私はこの後の指示を出しますので、話は終わりにしましょう。次のミッションが決まったら連絡をします。みんなもう行けるですか？それなら案内するです。久しぶりに会うので、愛ちゃん喜ぶですよ。